左三つがナスン、ウエスクリュージョイント、中央ダブルリング、右が回転カンとは環状の金属製部品の総称。と表記することもある。一般に形状を表す語を前につけ、ンと呼ばれる。また、特に大きさの小さいものには豆をつけて呼ぶことがある。通常はバネの力でンは閉じており、力を加えるとンが開くものが多い。 丸缶缶状の金具。缶が完全に閉じられているものと一部に切れ目の入っているものとがある。角缶四角形のもの。カバンなどの本体と持ち手部分をつなぐ用途では手缶と呼ばれる。三角缶三角形のもの。ナス缶ナスのような形状のもの。缶の一部を缶の内側へ押し下げると缶が開く。鉄砲缶缶を開く際、つまみを 銃のトリガーのように引く。回転管がついていることが多い。カニカンカニのハサミのような形状のもの。缶の外側に突き出たつまみを押し下げると缶が内側へ開く。小判缶小判状のもの。C 缶丸缶よりも形状が楕円で、一旦に切れ目が入っている。D 缶 D の字型のもの。S 缶 S の字型のもの。損缶損のような形状のもの。 マガタマフックマガタマのような形状をしている。丸く膨らんだ側に穴が開いており、またマガタマの先端へ向けてレバーがついている。ナス缶のようにレバーを缶の内側へ押し下げると管が開く。二重管管が二重になったもの。缶の中へ別の管を通す際は切り口の端の部分から中へ通すようにする。レバー管ナス缶の一種。 缶の外側に突き出たつまみを押し下げると缶が外側へ開く。リングキャッチ缶の開閉がネジ式になっているもの。形状は楕円型や三角形などがある。クイックキャッチリングキャッチに似ているが缶の開閉がネジ式ではなくスライド式になっているもの。コキ缶ベルトの長さを調整するための金具。釣り缶開画などを吊るすための金具。 回転管二つの管が互いに独立して回転できるようにしたもの。ナス管には回転管と一体となったものもある。サル管回転管と同じ。釣り具としてはこの呼び方が用いられる。釣り糸のよじれによって絡まったり切れるのを防ぐ。英語ではスイベルといい外国発祥であるルアーフィッシングではこの呼び方が用いられる。釜ン茶道具の一種。 茶釜の外側に付けられた二つの感情の突起につけ、茶釜を釣る際に用いる。ありがとうございます。